佐村川知事のドキュメンタリー映画が6月4日公開。2014年2号ストライター騒動で話題となった佐村川知、佐村郷知、守る氏、51、のドキ。金儲け格図だな。YouTube で勝手にやってろ。バカじゃねえの。バッシングされたりメディアで一方的にやられてるやつを撮影対象にする手法なんだね。ベッキーと清原が横綱だとして、おぼかた殿の村はまだ幕内で頑張ってるけど、この人はもう重量か幕下に落ちた印象。ほんと金とは財政しか考えてないクズだな。郷知にギャラ入るんだろ。見ちゃダメだろ。橋本のセーラー服と機関銃よりは入るんじゃね。ああ、この監督はクズだったな。大なり森達也逆張り四つ。同じ詐欺師でも堀江は持ち上げて佐村川内は叩くんだな。お前ら堀江の方は人まで出てるのに、こんなクソ野郎の主観全開の映画見たくもない。12号地はつぶって持ち上げて奴がことごとく騙されて大恥かいたという、あらゆる詐欺師なのにな。堀江はシャレになってない。この映画の中で新垣氏は極悪人にされてるんだろうな。6ただの不倫としゃぶ中だろ。こっちの方が格上げな気がするけどな。12金に目がまぶんだアホたちが何だってみちゃらめー。釈明会見の時はバッサリ噛み切ってなかったか。また伸ばしたの。プロデューサーという立場で新垣を雇っただけ。何が悪いんだよ。それを後でゴーストだとか逆恨みしやがって。どうやって生活してるんだろう。驚いた。そっとして忘れられた方がと思うが、いろんな人がいるってかなが知れるって、そんなおいしい字なんか顔文字笑い。恥のおわぬり。これは面白そうだ。次はおぼちゃんに取材しろ。その次は佐野。それでフェイク三部作になる。何がフェイクだよ。かっこつけんな。 W 普通に詐欺師でいいじゃねえか。もう何でもありだな。新垣氏の活躍は佐村川知氏の功績だからな。この人も訴える詐欺だろ。マスコミのいる場でのパフォーマンス。何がフェイク、フェイク、だか文字笑い。佐村川内は鬼竹社の曲のように元のアイデアだけは抜群にあった。最近のベストセラー少年 A1500円、税罰、かける2、5万部員税収入3750万円をぼかた1400円。税罰、かける2、5万部員税収入3500。新垣が名乗り出たことに激おこなもんだから、佐村川内の野郎、人格批判までやりやがったな。著作者人格権って知らねえ。ハンチン荒井と同じ朝鮮部落出身の在日佐村川内の、キムチの腐った銭ゲバぶりが醜すぎる、怒り、偽ベートーベン実家婚。周りは絶対に佐村川知が本当に作曲したのか疑問を抱いてたはず。けど言えなかった。称賛しか許されない。31佐村川知が会見で自分は調べ性音楽復興の先駆者だった。その希望の光を消してしまったのが残念。